この番組は資生堂がお送りいたします。ライフスタイルに大きな変化が求められている今、今回は自然と都会を融合した新たな暮らしの形を大特集。自然と都会、二拠点生活での家族の在り方や、都会の近くで緑を感じられるイベントやグランピング施設を紹介。さらに学びのコーナーでは、アウトドアで楽しむ焚き火やコーヒーの効能を読み解く。今を生きる暮らしのヒントがここにある。とある日の川上ファミリー。目まぐるしく情報が行き交う東京と自然豊かな軽井沢の二拠点で暮らす彼ら。夫の俊はグラフィックから建築までブランディングするアートレスの代表、カフェも経営している。妻の美穂は料理家として CM、雑誌などメディアを中心に活動、プライベートレストランも手掛けている。そんな彼らの一日は、国や風土、生産背景や生産方法など物語にあふれるこだわりの豆で作られる一杯のコーヒーから始まる。二拠点で暮らすようになって1年の時が過ぎた。主観的に感じている部分と客観的に見ているっていうところがあるので、二拠点で2つの視点を持つことによってそれぞれの良さを再発掘するっていうか再確認しているっていうところはありますね。客観的に見れるっていう話もありますけど、やっぱりこの都市と自然となんかバイリンガルになれるみたいな、そういう感覚は結構僕は常に大事にしていて、例えば日本語と英語喋れた方がいいとか、日本と海外しておいた方がいいとか、そういうなんかの2つの視点を持つっていうのは、ある意味対極の視点を持つっていうのは非常にこう共に深く分かるようになってくるんで、こっちにですごく時間を過ごすようになって、やっぱり一番変わったのが彼なので、感覚だったりとかデザインにも影響はあるよ ね。もう最近僕サスナビリティしか言わないしね。うちのスタッフがこの間誕生日プレゼントが面白くて、なんか一世三宅のエポックって新しいラインが出たじゃないですか。あれサスナビリティといわゆる再生、ね、素材とか使うものだったから、うちのチームがそれをプレゼントしてくれたんですよ。一世のプレゼントの時にこれサスナビリティですっつってプレゼントしてくれたから、あ、浸透してるなみたいな。ところ変われば食卓に並ぶメニューも変わる。彼女の仕入れ先は地元の新鮮で旬な食材が集まるホッチ市場。食事を作る時の発想が、何かを作ろうと思ってその材料を集めるんじゃなくって、何か材料がもともと食材があって、その食材をどう美味しく食べるかっていう方向に発想がまず変わりました。それから調味料がすごく変わって、基本的に塩があれば何でも美味しく食べられるので、すごくシンプルっていうかストイック、ね、シンプルだね、だから目的があって何かをするっていうより、今いいと思っていることだったりとか、今心地いいと思っているものだったりとか、今自然にあるものを続けていった先に出来上がっていく何かみたいな、そういう感覚ですね、食についても。自然を感じ、そこを遊び場とし、料理の手伝いもしている娘のひのきちゃん。この場所を選んだ理由は、彼女の育つ環境のためでもあったという。自分で経験して感じて考えたことって身につくんですけど、そうじゃないものってなかなか身につかないので、やっぱり自分でやって考えてみてやってみて、酸っぱいで酸っぱいってすごい言ってたけどでもこれで酸っぱいからじゃどうしようか、これぐらいやったらこれぐらいになるんだっていうのを、やっぱり自分で考えて経験するで学ぶっていうのはすごく大切にしてます。東京には週に3日ほど滞在。
新幹線での移動はインプットの時間として活用している。軽井沢でのオンラインミーティングも当たり前の光景となった。この生活を通して自身の心境にどのような変化があったのか。やっぱり東京行った時もうすでにこの SDGs とかサステナビリティの話はもうやっぱり、まあ、ある意味トレンドとして僕は受けていたから、そういう方向性に行くんだろうなと思いながらある意味表層的に見てたんですけど、やっぱりなんかちゃんとこう、ね、今もこうなんか鳥の声聞こえたりとか、やっぱ四季が変われば緑も生命力も変わるっていうのを見てると、なんかやっぱこの自然の偉大さを肌で感じると、なんかちょっと見た目の話で言ってたけど、まあ、だんだんちゃんと本質的にやらなきゃなとか必要だなとか分かるようになってきたんで、そういう意味ではなんか人間的に成長したかもしれないですね。新たな暮らしの形、都会と自然の程よいバランスが己を育み安らぎを与え心を満たしていく。続いては豊洲のチームラボプラネッツに新たにオープンした2つの庭園作品を紹介しよう。1つ目はフローティングフラワーガーデン。1万3000株を超える生きた蘭の花々が空中に咲き誇り、見る人の動きに合わせて上下に動く。もう1つは呼応する小宇宙の苔庭と題した空間。光り輝く無数の卵型の彫刻が人に押されたり風に揺れると色が変わり音色を響かせる不思議な空間だ。自然に帰りたいという気持ち、それはグランピングが叶えてくれるかもしれない。都会からおよそ1時間、ここはこの春千葉県にオープンしたスモールプラネットキャンプ&グリル。ここで過ごすのにぴったりなファッションをスタイリスト水島由紀子監修のもとお届けしよう。女性はボタニカル柄のパンツを主役に、ショルダーバッグとサンダルはアウトドアブランドで合わせモードミーツな装いに、男性はアウトドアをモードに昇華したホワイトマウンテニアリングを中心に、自然の中はもちろん街中にも馴染むスタイリング。施設の解説に戻ろう。レセプション棟にはこだわりのカフェやシャワー室、さらにエシカルな商品を集めたショップも併設。テント周りのデザインは自然に溶け込むよう曲線のものが選ばれている。テントの内部はアースカラーに統一され、鳥の声や風のそよぎなど自然の音と一体化している。エアコン、空気清浄機なども完備され、初心者でも快適な時間を送ることができる。そんなリラックスした空間で過ごすファッションはブルネロクチネリ。着心地抜群なニットのショート丈ロンパースで可愛らしさを演出。リラックスフィットのコットンパンツは優しい肌触りがラグジュアリーだ。施設の目の前は東京湾を広々と見渡す稲毛海岸。さあ日焼け止めを塗って海へ繰り出そう。抜き手羽のゆったりとしたロングワンピに合わせるのはスタイリッシュでサステナブルな手羽をチョイス。ラフになりすぎず機能性も重視。小技の効いたバッグなど小物の合わせ次第で甘めにも甘辛にも印象が変化するスタイリングが可能だ。それではこの施設の感想を今日のモデル2人に聞いてみよう。普段東京の結構都心部に住んでるので、あまりこう近所の公園以外で緑にこう接することってあんまりないんですけど、やっぱり気持ちよさが全然違いますね。本当に最高です。今日自然を感じるっていうことは自然をもっともっとこう紐解いていくことにつながっていくと思うし、そういうことを重ねていくことによって私たちがどういうこう地球の一部の存在なのかっていうのがもっともっと見えてくると思うんですね。食事は森の中に作られた緩やかに仕切られたプライベート空間で、ディナーは
地元千葉県産の厳選された新鮮食材でバーベキューを楽しめる。桜井は千葉県東野庄産の肉が入ったプレミアムバーベキュー、ノーマは地場野菜をふんだんに使ったビーガンバーベキューをチョイス。消費財使用量の削減を目指したカトラリーやプレートだ。いただきます。ディナータイムは胸元が華やかなワンピースときちんとしたシャツ、袖のまくりとボタン開けでニュアンスを出し、程よいアウトドア感を演出。色とりどりの天然石ジュエリーは顔周りを明るく華やかに、きれいめのスニーカーでドレスアップすることも忘れずに。ここでは食後、宿泊者自らが食べ残しをコンポストまで捨てに行くことがイベント化されている。サステナブルを意識した試みだ。施設全体をディレクションしたのはライフスタイリスト太田ゆかり。本当に東京からすぐ近くのこういった公園っていうパブリックな場所で滞在ができる形っていうのは、これから多分スタンダードになっていくのかなと思っていて、まあ、自分たちのマンションで庭がなかったら、あ、じゃあ今日はちょっとスモールプラネットに行ってちょっと一晩滞在しようか、朝起きてで朝食を食べてでそのまま車に乗り込めば普通にまた仕事に行ける時間にはもう戻ってこれるので、これからのなんかライフスタイルってもっとこう自由というか、なんかこう2つにこう自然と都会を分けないような、こう延長線上にあるような、そういうライフスタイルを提案していきたいなと思って、はい、考えてます。食後は夕暮れの訪れとともに焚き火タイムへ。ここではバーベキューも焚き火も手ぶらで可能。全ての専門機材が用意されている。ブルーのロングコートがスタイリングの主役となる焚き火タイム。白の T シャツにアシメトリーのプリーツスカートでモード感をプラス。足元はボリュームサンダルで引き締め、大ぶりなピアスとバングルで遊び心をアップ。メンズのキーアイテムはカラーリングが絶妙な堺のパンツ。それに合わせるのは2021年リブランディングした今一押しのアウトドアブランド、フランクリンクライミングのアウター。色を楽しむスタイリングに仕上がった。都会と自然とをつなぐファッションは人生に一さじのスパイスを加え、まとうだけで気持ちを豊かにしてくれる。新コーナー、ファッションズワウでは、ライフスタイルに込められたメッセージを紐解き、その秘密を解明する。今回の学びは、自然の中で楽しむ焚き火とコーヒーにフォーカス。この2つから得られる効果や楽しむ時の心得について専門家にアドバイスを聞いた。まずはアウトドアのアクティビティに欠かせない焚き火から学んでみよう。訪れたのはハイエンドなアウトドア製品の開発・製造・販売を展開するスノーピークの昭島アウトドアビレッジ店。こちらの焚き火ラウンジで来店者にレクチャーを行っている店長に焚き火の基本について聞いた。これが、スノーピークの焚き火台になります。この中にちょうど今あの薪をくべてるんですけれども、でその下が、炭床と呼ばれるあの鉄の網みたいなものが敷いてあります。こうすることによって燃えてるところがどんどん下に行って、あの焚き火しているのに火が見えないなんてことがないようにということで、下にこういう鉄のものを敷いてます。さらに地面を汚さないように金属製のベースプレートとスタンドを用意。火をつけるにはパワーの強力なトーチを使うのがおすすめだ。これがどんどんこう火に薪に火がついていきますので、それをちょっとこういじりながら、あとあの空気の入り口を作ったりしながらやっていきます。焚き火ってあの見てしまうもんなんですよね。何人かでこう焚き火をやっていると、あのみんなが話しながらあのもうずっと火を眺めてるんですよね。
みんなが見てるところに向かってなんとなく話をしていくような感じになるので、焚き火を囲んだ人っていうのはこうなんていうか心が裸になるというか、ちょっとずつこう素直になっていくので、例えば仕事仲間でね焚き火をやると、ちょっとずつこうなんかみんななんとなくこうただ仲いいとかじゃなくって、もうちょっとこうなんていうか踏み込んだ、いつも言えないことも言えたりとか、この人こんなこと考えてるなとか、そういうことが出てきたりっていうのは、なんか焚き火の効能、効能の一つな気がしますね。続いては大自然の中で楽しむコーヒーについてレクチャーしてもらおう。世田谷代田にあるコーヒーショップライトアップコーヒー、こちらはオリジナルのコーヒー豆栽培も行う自家焙煎の店として、吉祥寺店とともに人気を博している。創設者の川野は本格的なコーヒーを手軽に楽しめるエスプレッソキューブを作り出したり、アウトドアでの楽しみ方などコーヒーのさまざまな魅力をブログで発信している。今日のレシピは 14g の豆を使って 230g のお湯を使ってドリップするというレシピでいきたいと思います。スケールの上にサーバー、そしてその上にドリッパーを乗っけて、ドリップしていくことで、粉の重さもお湯の重さも全部まるっと測ることができます。外で入れるときはですね、結構そのお湯の温度を僕は結構気にします。まあやっぱり標高高い山とか行くと沸点がそもそもちょっと低くなるんですよね。なおさら外気温によって寒さで熱も逃げやすいんで、外でやる場合はケトルごと多分沸かすことになって、沸いたらグツグツしたままそのままこのドリップの方に回していくっていう感じでいけると、多分90度台を保って、しっかり香りが出る温度帯でドリップができるかなっていうのを、大切にしています。その日の気分や天候、またシーンによってコーヒー豆を変えることで、その新たな美味しさに出会うことができる。入れてる時間も絵的にすごい綺麗だったり、そこで癒されることも多いと思うんで、器具もこうシンプルにするというよりかは意外と気合い入れて、入れてる時間も楽しもうっていう感じで、川沿いとか山の日中でコーヒー入れるとその時間も気持ちいいのかな。焚き火とコーヒーの楽しみ方を学んだところで、次は海へ。ここからは新たな美が誕生する瞬間を伝えるビューティーモーメント。今回は夏の海にぴったりなブランド資生堂のサンケアにフォーカス。このアイテムにトライしたのはファッションモデルとして活躍する大橋里奈。日本とコロンビアの血を引く2児の母親でもある。3年前に家族で鎌倉に移り住み、現在は海の近くで生活をする彼女のライフスタイルに触れながら、アイテムの魅力や美しさの源を探っていく。開放的になるんですよ。やっぱり海入った後は、行くのちょっと面倒くさいなって日でも、入った後はあ、やっぱ行ってよかったってなるんで。サップが趣味だという大橋にはザ・パーフェクトプロテクターがおすすめ。熱や汗、水を味方に、強力な紫外線をブロックするこの日焼け止め用乳液はサラッとしたテクスチャー、スキンケア成分が乾燥ダメージからも肌を守ってくれる。もともとなんかサーフィンもやるようになったんですけど、そういう趣味は全くなくて、で海沿い越してみて、せっかくこんな近いんだったらなんか始めようってなって、なんかいろいろご近所さんとかにも教えてもらいながらちょっとやるようになりました。全然うまくはないんですけどいいですよね。なんか音を聞くだけでもすごく癒されるので、我が家は海でパワーをいただいていますちょっとびっくりですこれはこのスティックタイプは半透明で、なんかテクスチャーもサラサラなんですよ。だから子供にもこうつけやすくて、ちょっと気になるとことかすぐにこう濡れちゃうので、これすごいいいなと思って。アッシュ、アッシュじゃん、ありが
海辺で遊び疲れたらアルティミウンの日中用ミストもおすすめ。涼しくお肌を整えてくれる。これも本当に気持ちよかったです。子供たちもつけてつけてっていう感じだったので、日焼けで肌は乾燥しちゃってるので、こういうのでちょっと補ってあげるじゃないけど、なんか使い方としてはいいんじゃないかなって思いました。この海での生活は大橋にどんな影響を与えたのだろうか。気持ちが整うじゃないんですけど、そういうのはあるのと、あとまあ環境のこととかよく考えるようになったりとか、まあ、子供ができたタイミングで越してきてるっていうのもあるので、なんかそういった意味でもなんか考えるようになりました。I think oftentimes the health of our planet, 実は資生堂にも海や環境を大切に考えるプロジェクトが。地球の海をもっと健やかで美しいものにするため、世界のプロサーファーたちと2030年までに海洋の 30% 保護を目指すキャンペーンに参画している。なんかちゃんときちんと考えられたブランドさんのものはなんか使っていきたいなって思えるし、買った時にやっぱなんかいいことした気分じゃないですけど、そういった意味でもすごい使いたくなる。なんだろうな心の健康がより美しさにつながるしっていうのは常日頃なんか身をもって感じますそれが全て出るし、なんかやっぱ顔にも出るし、だから健康でいるためにその自分のマインドを持っていけるじゃないけど、そういう環境に置きたいし、なんかそういうところ、そういうのを考えて生きてはいきたいなってとは思ってます長らく続く限られた暮らしの中で、私たちは自分たちにフィットする新たなライフスタイルを模索し続けている。太陽の眩しさや海の青さ、風の香りを感じ、今年もまた忘れられない夏を迎えようとしている。今日の放送を含めたスペシャル映像を番組公式 SNS で続々と公開中。続きはぜひ SNS でチェック。番組の詳しい情報は公式ホームページ、YouTube、Twitter、Facebook、Instagram をチェック。この番組は資生堂がお送りいたしました。